What's What's はい、どうもこんにちは、シアンです。皆さん、食中毒大丈夫でしょうか？はい、というのもですね、前回食中毒縛りとかいう、なんかもう訳のわからない縛りをやったんですけども、その内容がちょっと厳しすぎるという指摘があって、で個人的にもちょっとそれはやりすぎたかなと、はい、思ったので、今回は若干その縛り内容を変更したいと思います。ちょっとですね、あまりの計画のなさに、ちょっともうこれは教育し直しの頭なんですけど、俺ちょっと行きましょう。巨大キノコを取った時に2点入れられるっていう縛りだったんですけど、前までは。今回から1点に減らしたいと思います。で、たったこれだけです、もう変更内容は。まあ言うたら、マリオが食中毒になった時に早く治るようになったと思っていただければ OK です。それでは行きましょう。で、次はルールなんですけども、前回この5セット4ゲームでやったんですよね。はい、なんですけど、それでやっちゃうと、もうあまりの長さに日が暮れる、そう俺は実感したので、今回はですね、この3セット2ゲームでもう一回このルイージとの戦いを、はい、仕切り直しでやっていきたいと思います。前回の試合なかったことになるんですけど、そこは申し訳ないです。行きましょう。さあ、やっていきましょう。もうこれ第1ゲームなんで、はい、もう3セット取って2ゲーム、じゃあ2ゲームで3セットでいう、はい、感じです。テニスのルールがあまりわからないっていうのがあれなんですけど、まあ、そんなことなくてもいけるんで、このゲームは。はい、行きましょう。まあ、とりあえず巨大キノコ取ったらまた吐くんで、そこは変わりません、前回と。 OK。 で、ちょっと今回から入れたらですね、ちょっと走りたいと思います。ちょっともう右とか左とかに、はい、もうランニングするんで、入れたら OK です。やりました。で、こう手広げてでかくなるって、なんでしょうね、ちょっと自分腹壊してますよアピールしてますね。ちょっと壊しましたってよっしゃ、行きましょう。これ左に打って、無理か。あ、ちょっとこれはやばいですね、今のは。ちょっとマリオをおどけただけですね、ちょっと。土壌踊りしてやられました、今。これで、次、右に、危ないです。これはちょっとやばい。これ右に、むずいぞ、これは。左に打って、揺さぶ、さて、仕切り直しましょう。ちょっともう、便秘治ったんで、はい、もう食中毒。もう一瞬にして治ります、これは。ちょっとすごい効き目の薬飲んでるんで、これ。はい、行きましょう。さあ、早速ゲームになりました。ゲームポイントです。これ上げて、で OK です。基本これロブで上に上げたらですね、ウルトラスマッシュのチャンス増えるんで、はい、そこ覚えときましょう、皆さん。 OK です。で、このちょうどいいとこで切れるっていう、もうマリオかっこいいシーンだけカットされるって最悪ですね、ちょっと。よし、行きましょう。とりあえずですね、これ左に打って、で次上にロブ、 OK です。打ってくるか。で、ちょっと待って、危なちょっとこっちがチャンスかと思ったら、あいつ自分のものにしてきましたね。ちょ、横取り精神の高いルイージですけど、これ。はい、行きましょう。ちょ、何でもかんでも横取りしますね。で、ちょっと、はい、今15入れたんは、ちょ、縛りミスちゃったんで、ジャンプショットじゃなかったんでね。はい、行きました。 OK です。またこれお腹壊しました、アピールしましたね、ちょっと。俺は壊せない。うー、それは無理っすね。ちょっともう流星群と間違えてますね、この人。ちょ、自分星に願いできないからって自分で星を作り出すっていう、どんだけ願望なんでしょうね、この人。物欲精神がすごいですけど、よし、これで決めたいです。 OK です。ちょっと今ラケット壊れてたんですかね、ちょっとルイージ完全に打てたと思うんですけど、はい、ちょっと手しびれてたんですね。よし、これで次は右に打って、 OK、 ドゥースになりました。で、ちょっとキノピを呪っておきましょうか、ちょっと。はい、鬱陶しかったんで。
さあ、またいいところでカットするという、マリオの見せ場をことごとくカットしていきます。これはよし、アドバンテージになりました。この読み方前回教えてもらったんで、よし、ちょルイージでかくなりましたね今。ちょっとドアップで映されてましたけど、羨ましい。よし、これで決めたい。無理か、次右に、右じゃない、わっつわっつなんじゃ今のは。ちょっと完全に土壌すくいでしたね今。もう土壌すくいショットとか見せられたらもうマリオの前顔が汚れますよこれ。はい、まあとりあえずセットポイント決めましょう。もうこれちょ右で、またこれはお腹壊すよ。ちょっとルイージ危ないですね。ちょっとこれ受けるな、これは受けますね。ルイージは本当自分の体調が分かんないんで、こうやってお腹壊しても戦えるんですよ。はい、さて行きましょう。来ましたね、また。うー、ちょっとこれはまずい。右に、これはちょっとラリー続けましょう。もうやってしまいましたね。ちょっと今マリオ手上げてましたけど、笑顔でないし、やっちゃった感ありますよね絶対。やっちゃったって思ってたと思うんですけど、じゃあちょっと粘れなかったんで2点入れられましょう。これは、はい、2点入れられる、やっぱり3点にしましょう。3点入れられて、はい、とりあえずちょっとキノピオと話しに行きました今。 OK です。さて、じゃあこれでちっちゃくなって、まあ、これぐらいはやっていいでしょう。ちょっと縛り破った挙句セット取った取ったったんで、次はこっからは本気でいきましょう。15対40、もう目回りそうです。くるくる回って、よし行きましょう。さあ右に打って、無理ですね。こうできる限り対角線上に打った方がいいんで、このゲーム。 OK です。今大丈夫でしたっけ、上がってますか。地面と恋しちゃってましたね今のマリオ。じゃあちょっと縛りミスったんで、はい、もう強制的にゲーム取られます。もう地面と恋したまんまショット打ったら点数入れられるんで、はい、こうやって縛りミスになります。地面から離れて打ちましょう絶対。 OK です。これはまあ無理ですね。もうこう穴開くショットなんで、もう穴開きショットって呼びましょう。あれは完全にあんな大地震起こったら穴開きますので、無理っす。これはちょっとやばいですね。ちょっとガードレールぐらいつけてほしいですよね、テニスコートに。ちょっと場外飛んでったらお客さんの安全が保たれませんからねこれ。さて30対15か、危ないですねなかなか。どうしよう、こう来て次左に打って、無理か。お、ちょっと待って、今若干ジャックポットがあったのに行かせませんでしたね。ちょっとこれメダルゲームも毎回こんな感じなんでジャックポットになっても1枚ずつしかコインを入れないという、全く行かせませんこれは。さて次左に打ちたい、で次右に打って、いないとこ打たないといけないんでこのゲーム。 OK です。あ、誰もいない。ちょ右に、ちょキノピオと戯れようと思ったら誰もいなかったですね今。これは今浮いてませんよね。ちょっともう一回見ましょう。浮いてませんねこれは。ちょ完全に地面とキスしてますねこれは、足が。じゃあちょっと2点入れられます。こうゲーム取っちゃった場合は2点にしましょう。さて行きましょうか。 OK です。0対30、ここまでいけば OK でしょう。さすがにルイージ買ってくれると思うんで、さあ行きましょう。次は右に、右じゃなかった左です。次はでかくなったか、ここはちょっといけるかなこれ。 OK OK、 ジャックポット行かせませんでしたでもいける、 OK。 どうしてもジャックポット行かせませんね俺。ちょっともうこの貧乏精神の現れるショット、はい。さて行きましょう。現在1点差ですね、ほぼルイージと。
並んだ。 OK です、並びました。さてこっからですので、左でまた座布団投げてきましたね。これはちょっと座布団1枚って感じで、さて行きましょう。あの座布団取ったらお腹壊すんで、はい。さてこれは OK。 ルイージの効き目がなくなりましたね、薬の。はい、ちょ副作用としてもう縮んだ後は動けなくなるんでしばらく。OK です。さてさあやりました。また負のオーラを完全にかっこ悪いところを映されましたね。今ちょっと観客にちょっとナンパ仕掛けてるところをリプレイされましたね今。さてキノピオにナンパしましょう。さあ来ました。このゲームを取ったら俺の勝ちになるんで、もうちょっとです。さてもうルイージもうルイージやる気ない。ルイージが完全にもう鬱状態ですよね、これ精神もうやばいですよね。もう早く家帰りたいってなってますけど、はい、もう今の怒りのショットですね多分。行きましょうか。もう絶対にこの人今怒りのパワーで目覚めてるんで、完全に危険人物です今。やばいですね。もうそりゃこんだけやられたらそりゃもう絶望しますよね普通。はい、さあ来ました。心で泣いて顔で笑うっていう、はい、ちょっと孤独感満載ですけど、これは頑張っていただきたいですねルイージには。さあ危ない、無理ですね、これはちょっと厳しかったです。やばいな、なんか思うんですけどルイージでかい時しか手入れてない気がしますね。でかい時以外で点入れてほしいな、ちょっと。これでかかったらほとんど勝ち目ないってことですよね、これ。やっぱり難しい。でかかったら本当にむずいですね、これ。このゲーム。いや、ちょっとこれは厳しいです。さあ、負のオーラをまとっているとこだけで、はい、切りました。OK です。なんだ今の、ちょっと。副作用にも程がありますね、これ。完全に副作用で左に流されていくっていう。やばいですね、今の。すごい面白かった。これ、もうルイージ、うつ病度また上がりましたね、ちょっと。はい。さあ、これ、現在ですね、言い忘れてましたけど、タイブレイクというもので、これは先に7点取った方が、勝ちということになります。さて現在2点なんで、あと5点取ったら俺は終わりですこのゲーム。はい、やばいです。ちょっと全力で審判も邪魔しに来てますねこれは。はい、もう必死になって座布団投げてきてるんで、これどうしてもお腹壊させようとしてますね。さあ行きましょう。起きて、やばいです。オッケー、危ない。でここで上に行って、無理か、なかなかやられないですねこれは。こっちに来ました、ジャックポットです。いやー、ちょっと今の勝負はなかなかきつかったですね。はい、うん、まあなかなかいけてるん。やばい、これは粘るしかないですね。もうお、切れかけです。ルイージ副作用なんで、はい、行きましょう。こう切れかけの時にちょうどこの縛りで1点入れられるっていうのを、はい、やりましょう。さあいいですよ、これはなかなか白熱してる今。結構白熱してますね。ジャックポット、あ、ちょ犬ですね今の。こうボールを追いかけて、で鼻でキャッチするっていう、完全に犬ですよねこれ。もう飼い主誰でしょうね、ちょっと気になりますねこれは。さてと次左に打って揺さぶりましょう、とりあえず。はい、もう揺さぶったらお金出てくるかもしれないんで、もうこう左右、なんでしょう、惨めな姿をとくとご覧あれってやつですね今のは。ちょ、ルイージかっこ悪いとこを重点的にスクープされるっていう、はい、かわいそうすぎますねこの人も。さあ行きましょう。
とりあえずルイージこんなこと言ってますけど、俺結構好きなんでルイージのキャラ、はい、なので頑張ってほしいですねと言いながらバシバシやってますけど俺。よし行きましょう。うん、まあ今のは縛りミスってたんで、はい、行きました。さあだいぶいい戦いですよ。どっち行った、右かな。オッケーです。今の何気かけでした。ちょっとこれは厳しい、無理っす。5対5、これ何気いい勝負してるんじゃないでしょうか。ちょっとあと両方2点入れたら、はい、ルイージの場合はセットが取れて、俺の場合はもう終了。はい、これはですねわざとこう巨大を取って、踏んでからですねルイージの効果が切れるまでわざと粘ります。でちょっとこの後縛りをミスして、はい、俺がですね1点入れられるじゃないですか。これ賭けです、もう賭けに出ました。これ6対5にして、とりあえずルイージの巨大効果を切れさせました今。はい、これで入れれたら計画通りですけど、オッケーです、やりました。はい、これを狙ってたんです。ちょっと巨大のまんまあのまま放置してたらですね、ちょ絶対に負けるんで、もうはい、あえてこっち巨大取って相手の効果が切れるまで粘るっていうのを適用させました今。さあいけるか、これはやばいです。よし、アドバンテージですね。あと1点入れたら勝ちです。もうさていいですよ、なかなか。今飛びましたっけ、ちょっと待ってくださいね、もう一回確認しましょう。おお、もうええわっていうリプレイでしたね今。ちょっと何回も確認するから、もうお前いい加減にしろっていうリプレイでしたね今。オッケーです、やりました。よっしゃー、いいですね。ちょっと2、あ、最初はなかなか白熱はしてなかったんですけど、はい、2セット目が良かったですね。オッケーです。これみんなハンカチ掲げてるんですかね。突然のゆっくり思案です。いきなり父上が帰ってきたので口封じされました。悲しいです。さて、緑黄色 L に勝ったので残り戦うキャラは14人ですね。サンドコート、サンドイッチ食べれるんですかね。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。